皆さん、こんにちは。キャンプブームも、すっかり、落ち着いてきましたね。ブームは過ぎ去ったと言った方が、良いのでしょうか。そして、暑い夏が近づき、そろそろ、根っからのキャンパーさん以外は、キャンクから離れていった状況ではないかと思いますが、いかがでしょう。今回は、キャンプブームから受けた、恩恵です。これについて、改めて考えてみて思ったことを、動画にまとめてみました。あらかじめ申し上げますが、今回の動画は、ナレーションがメインなので、映像は後付けです。声と絵が、必ずしも関連性はありませんので、あらかじめご了承ください。さて、キャンプブームの恩恵といえば、まずは、アウトドア製品市場の拡大です。テント、寝袋、調理器具などのアウトドア用品の需要が急増し、関連企業の売上は、この数年間で、増加しました。合わせて、新製品の開発や技術革新も進み、キャンプ市場が活性化したことは間違いないと思います。同時に、観光資源の活性化や、そこから得られた収入増加も挙げられると思います。キャンプ場やキャンピングカーのレンタルなども増え、富士山周辺など、観光地として魅力あるキャンプ場の人気も高まった地域は多いのではないでしょうか。そうした意味では、地方経済への貢献も大きく、地域の特産品や観光資源の利用も促進されたと言って良いと思います。そして、キャンプブームの到来で、今までキャンプを知らなかった人にとっては、アウトドアで過ごすことの精神的なリフレッシュ効果を実感できたのではないでしょうか。多くの人は、自然の中で過ごすことで、ストレス解消やリラックス効果が得られ、心身の健康が向上すると思います。また、デジタルデトックス効果も期待できるので、日常の忙しさから解放される喜びを感じた方もいらっしゃったのではないでしょうか。精神面の健康だけではなく、キャンプを通じて、ハイキングや釣りなどのアウトドア活動を楽しむことで、運動量が増加し、体力向上が図れた方もいると思います。合わせて、初めてキャンプをされた方だと、友人や家族との絆を強めることができることに気づいた方もいらっしゃるのではないでしょうか。猿がソロキャンプをしていた時、10メートルほど離れた場所で、20代の若い介護士さんグループと思われる方が、5名ほどでキャンプされていました。聞こえてくる会話が印象深かったので、よく覚えているのですが、普段は忙しい介護の職場を離れて、皆さん、会話が弾んでいました。声が大きいグループだったので、耳を澄まさなくても、会話の内容が、よく聞こえてきたのですが、毎月もらっているお給料の額とか、職場の共通の上司の行動に対する意見とか、普段は話しづらいようなことを、焚き火を囲みながら、皆が心を開いて、本音で会話しているのが、なんか感動的でした。こうしたキャンプ場での経験は、特別な思い出となって、一生、心に残るものではないかと思います。それは、とても貴重な経験のはずです。また視点は少し変わりますが、キャンプブームのメリットとして挙げておきたいのは、自然保護意識の向上です。自然と触れ合う機会が増えることで、環境保護への意識が高まったり、自然の美しさや大切さを実感することで、環境保全の重要性を改めて実感したりできます。このように、キャンプブームは、多くの人々に有益な影響をもたらし、個人の健康や地域経済、社会全体にわたる広範な恩恵を提供してくれたのではないかと思います。さて、話は変わります。これまで、様々な魅力的なキャンプ用品を紹介してきましたが、ブームの終焉を迎え、今後は中途半端なものを紹介すると逆に叱られそうで、道具紹介にも慎重になります。ベテランのキャンパーさんにとっても、魅力的なキャンプ道具紹介動画って、どのようなコンテンツがふさわしいのでしょうか。お金に糸目をつけなければ、高価で、とっても魅力的なキャンプギアを紹介することは可能です。しかし、それでは、せっかく、
キャンプブームで裾野が広がったキャンパーさんたちの期待に応えるチャンネルにはならないように思いましたので、あえて100均キャンプの将来についてダイソーさんの具体例を挙げて考えてみたいと思います。映っている映像はダイソーが展開するスタンダードプロダクツという店舗と通常のダイソー店舗です。スタンダードプロダクツは少しおしゃれな印象で300円程度の商品が多く、雰囲気としては無印やスリーコインズに近いのかもしれません。キャンプブームの真っ只中であれば、今映っているような商品をいくつかピックアップして紹介すれば多くの方にご視聴いただきましたが、最近は状況が変わり、撮影や編集に手間がかかる割には視聴回数も少ないので、あまり積極的に動画を作る気にもなれないのが本音です。例えばこちらのプラスチック製のボックス、色は落ち着いたグリーンで蓋までついて330円という安さですが、一昔前ならともかく現在では珍しくもないため、動画でご紹介しても反応はいまいちかもしれません。35センチの薪も入る大きさなので、ホームセンターで購入した薪の針金を解き、そのまま放り込み蓋をして積み重ねられるという便利なボックスです。猿も購入してとても気に入って使っているのですが、一般受けするかどうかについては判断が難しいところです。こちらの 550ml という普通よりも大きいサイズのステンレスシェラカップ、220円という安さも相まって紹介すると一気に人気商品となると思いますが、残念ながら欲しいと思っても在庫が少なくて購入するのは難しいのが実情です。こちらのハンギングラック用のウッド天板もしかり、100円ショップがここまで作るかと目を疑うようなとっても魅力的な商品ですが、残念なことに全国でもごく一部の特定の地域にある店舗にしか在庫がないという事情があります。スリーウェイ、オーディー缶、スタンドという名前のこちらの新商品にしても110円という安さは目を見張るものがありますが、なぜシェラカップの蓋ではなくオーディー缶スタンドなのだろうという少し不思議なネーミングの商品です。そしてやはりこの商品も現時点では工場からの出荷待ちが続いており、欲しくても買うことができません。買いたいのに買えないという状況は100円ショップのみならず、ワークマンのような大型チェーン店舗でも似た傾向にあります。せっかく猿が動画で紹介しても買えないのであれば、動画を見ていただいた視聴者さんにとっては疑問かもしれません。実店舗ではなくAmazon のようなネット通販の場合でも販売価格が高騰するので、動画で紹介するにはそれなりに気を使います。そうした意味では今後のキャンプ道具紹介チャンネルでは、欲しければ紹介した価格で買えるものを厳選する配慮も必要になってきていると思います。話のテーマがすっかりそれてしまいましたが、猿の知人である大物 YouTuber さんはこの半年以上完全に動画制作をやめてしまいました。質問してみたところ、せっかく動画にしても昔のようなメリットがなく、誰も彼もが動画をアップするので収入も減ったと愚痴ってました。また個人的にお付き合いのある別の YouTuber さんに今後について尋ねると、 YouTuber を続けていくつもりはないとはっきりとおっしゃってました。猿のように趣味でチャンネル運営しているなんちゃって YouTuber ならともかく、ガチで広告収入を生活費に充てているキャンプ系 YouTuber さんにとっては、現在の状況は生きるか死ぬかの一大事であり、大きなターニングポイントだと思います。この数年間で YouTube 以外の動画共有サービスも随分と増えてきました。しかしそれらのサービスの多くはショート動画中心で、クリエイター側にとっては
得られる広告収入のメリットは少ない場合が多いです。サービス提供側にとっては、クリエイターへの支払いが少なくて済むので好都合かもしれませんが、配信側にとっては、単純に作業単価が下がる結果になります。もっともショート動画をうまく活用することで、新しい視聴者を取り込み、結果として通常動画の視聴回数を増やせるチャンスもあるのはあります。すなわち、時代の変化に合わせて配信者側も工夫しなければならない時を迎えているように思います。が、猿はそれが苦手です。今映っているスタンダードプロダクツのトングです。これも忖度なく、とっても魅力的な商品です。木製の持ち手になっていて、手触りが良く、厚みのあるステンレス製で、それでいて、お値段が330円というコスパの良さ。ただし、問題は、スタンダードプロダクツの実店舗が、まだまだ少なくて、欲しいと思っても、身近では買えない人の方が多いことです。過去の動画に対するコメントでも、未だによく、在庫がなくて買えません、といったご意見を目にします。近くに店舗がないので、買いたくても買えないという意見も、よく聞きます。SNS のインフルエンサーが発信するレビュー動画は、社会に対して、それなりの影響力があるため、特定の商品だけ、売り切れてしまい、それ以外の在庫はたくさん残っているという状況が頻発します。売れ方の偏りが広がるのは、お店にとっても、あまり好ましいことではありませんし、ダイソーに限らず、セリアなどの100円ショップの店舗によっては、売れないアウトドアやイベント関連商品が棚にびっしり売れ残っていて、整理したくてもできない状況に見えるケースもあります。売れ残った大量のキャンプ用品を別の場所に移動する店員さんも結構大変そうです。こういった傾向も今後、ますます顕著になっていくのではないでしょうか。ということで、この時期は、猿の場合、暑くてキャンプする気がしないので、ふと真面目に考えて、普段思っていたことを、思いつくままに、音声合成ソフトに入力して喋ってみた次第です。キャンプブームの恩恵について考えてみて喋り始めたつもりが、途中から脱線して、取り留めのない方向に行ってしまいましたが、いずれにせよ、魅力的なキャンプ商品が近隣のダイソーに入荷すれば、改めて購入してご紹介しますので、よければ、チャンネル登録をして、気長にお待ちいただけると幸いです。ということで、今回も、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。